サムさん、今日は国際教養学部要約問題行ってみたいと思います。でもさ、要約はどこをまとめればいいんですかというところなんですが、皆さんこれでございます。オックスフォードの AA 辞典の定義からですね、書くべきところがわかるかと思いますので、ちょっと皆さん拝借しております。で、皆さん、ショートステートメント、ザットギブソンリーザメインポイント、ノットザディテールズでいいんですけども、この波線振ったところですかね。メインポイント、ここを書いてくださいね、ということでございます。ですから皆さん、メインポイントを皆さんもう少しわかりやすく言うと、これですね。これでよろしいかと思います。ですね。皆さん、筆者の主張、もしくは主題、テーマですよね。それ皆さん、要約の中に入れていただけると、点数につながってきます。で、皆さん、その筆者の主張とか主題は、じゃあ具体的にどこに書いてるんですかっていうと、皆さん、こんな感じでございます。まず一つ目は、これですよね。皆さん、各段落の皆さん、第1文目ですよね。で、ここと、二つ目は結論部分ですね。皆さん、結論に当たるところには筆者の主張が隠れております。で、皆さん、じゃあ結論はどうやったらわかるんですかっていうと、皆さん、例えば、ザス、従って、みたいな感じで、こういう皆さん、単語、語句でわかりますので、その点皆さん、安心していただいてもよろしいかと思います。そして皆さん、最後三番目は、これですよね。対比となってる部分。これは以前、まあもちろん別の動画でもちょくちょくお伝えはしてるんですが、対比になってるところ。例えば、バットを含んでる文章中、ハウエバーを含んでる文章中ですね。ここに皆さん筆者の主張が隠れている。その可能性が極めて高いですので、ですから皆さん正解にもつながってきますので、この3点を意識しながら行ってみたいと思います。そして、この A 指定の定義のこの後半でございますが、Not the details ということで、まあ、詳細は書かないでね、ということですね。じゃあ皆さん、詳細って具体的にどういうことですかと言われたら、これですよね。皆さん、具体例。皆さん、もう、うすうす気づいていらっしゃるかもしれませんが、具体例は省きましょうということで、よろしいかと思います。で、ジャムさん、具体例ってどういうところでわかりますかっていうと、まあ、本当にわかりやすいのは、for example とかですね。ですから、筆者が for example とか書いてくれてればいいんですけども、いつもいつもそういうわけではないので、ですから、例えば、こういうところでよろしいかと思います。皆さん、人の発言ですよね。で、人の発言は皆さん、具体例の一つでございますので、そこは皆さん書かない。つまり削除、削除という感じでやっていただけると、うまい具合にいけるかと思いますので、この後、行きましょう。サムさん、第一段落でございます。まずは、設問の指示をお読みいただけますでしょうか。テミさん、第一段落を一読していただいて考え始めていただけますか。テミさん、第一文目でございますが、皆さん読んでいただいてよくわかるかと思います。皆さん、ジャパンズナショナリティアクトですね。日本の国籍法でよろしいかと思いますが、それがスティピュレイツ規定しております。で、何を規定してますかっていうと、ジャパニーズナショナル、日本国民ですね。それは、どんな国民ですかっていうと、having foreign nationality ということで、外国籍を持ってる日本国民ですね。で、その人たちが、shall choose ということで、選ぶ必要性が出てくるわけです。で、何を選ぶんですかと言われたら、either of the nationalities before he or she reaches 22 years of age ということで、22歳までに、いずれかの国籍を選ぶ必要性があるんですね。で、もちろん第一段落、各段落の第一文目でございますので、まあ、よほどのことがない限り、ここは回答に盛り込んだ方がよろしいかと思います。皆さん、書き出しは大体こんな感じになるかと思います。で、皆さん、二つ目の文章を読み始めるとですね、two ways、二つの方法という話が出てきてるんですね。皆さん、一つ目は、この直後の文章。まず、こっから一つ目始まりますね。で、皆さん、二つ目がどこから始まってるのかをですね、こうずーっと読んでいくと、皆さん、この and で二つ目が続いてますね。ですから、どこからどこまでかを改めて見てみるとですね、ちょっと皆さん、緑で囲ってみましたが、かなり長いんですよね。ですから、これを入れようとすると、間違いなく、この回答欄には
収まりきらないはずですから、おそらくここは書かない方がいいんじゃないかなという感じがいたします。でもちろんこの1の方ですよね、こっちをもし書いてしまうと、じゃあこの and の後ろはどうなるのかとか、もしくは and の方を書いてしまうと、じゃあ1の方はどうなるんですかという話になってきますので、やはり書かないという選択でいいかと思います。ナビさん、次の it is からの文章ですね、これは皆さんどうでしょうかね。で、皆さん、書くか書かないか決めかねてる状態でも大丈夫ですからね。というのも、皆さん、次の文章がヒントになってくれますよね。で、皆さん、見ての通り、however がありますからね。対比でございます。ですから、この文章はぜひ書きたいですね。で、皆さん、訳してみると、こうしたことが起こったケースはないですよと書いてますね。じゃあこうしたことは何なのかという話は、皆さんこれも this がありますから直前の内容ですよね。ですから直前の内容も盛り込んだ方が話がうまいことつながっていますね。で、皆さん直前の内容ですが、 it is stated that ということで、 the person to whom the notice has been sent ですね。つまりその通知が送られてきた人々は、こうですね、シャルルーズジャパニーズナショナリティということで、日本国籍を失うんですよね。で、どうしたら失うんですかっていう話がこの文末にしっかり書いております。Unless he or she chooses Japanese nationality within such a period ということですね。ですから、その期間内に日本国籍を choose、選ばなければ、日本国籍を失うんですよね。もちろんその期間というのがこのあたりですよね。つまりその通知を受け取った日からあと1ヶ月後でしょうかね。ですからこのあたりをちょっと回答に盛り込んでホワイトボードに示しますね。サブさん追加いたしました。サブさん第2段落でございます。で、皆さん、第2ではなく第1文目でございますが、こう読む限り具体例はなさそうですよね。で、皆さん、シチズンシップ、市民権はハンドル扱われております。で、セルフリポーティット、自分で報告、つまり自己申告制ですよね。それで、その市民権が扱われているという話でございます。で、皆さん、今からここの部分をホワイトボードに追加をするんですけども、皆さん、文頭 this がありますよね。ですから、これも直前のこのあたりとつながりがあるはずでございますので、こことうまくつながるようにまとめてみますね。で、皆さん、波線振ったところを追加してみました。で、皆さん、次の2つ目の文章はどうでしょう。で、もちろん、近藤敦史教授のこのあたりですよね。ダブルクォーテーションマークでございます。ここまで続いておりますが、発言内容、つまり具体例ということですので、ここは入れない方がいいですね。で、皆さん、次の文章、モアオーバーからの文章は皆さんどうですか？皆さん、もし決めかねたとしても、その次の文章がヒントになってくれますよね。で、皆さん、ありがたいことに、thus という表現で結論であるということを明示してくれてますよね。ですから、この文章はぜひ回答に盛り込みたいですね。で、あと皆さん、訳し方なんですが、まず、ジェネラルルールですから、まあ、原理原則ですよね。で、どんな原則ですかっていうと、アダルトジャパニーズナショナルズ。まあ、大人の日本国民は、出都のトリテインなセカンドナショナリティということで、第二の国籍を持ってはいけませんよ。という原則が、has become little more than a fiction ということです。で、皆さん、この文末、little more than は訳せそうですかね。もちろん直訳すると、フィクション、小説、作り話、もしくは虚構でもいいかと思うんですが、その作り話よりも more than ですので、作り話以上。ただし、それにリトルがくっついてるんですね。ですから、作り話以上になることはほとんどないですよ。
ですから単に作り話に過ぎないんですね、というような感じで解釈していただけるとよろしいかと思います。ですから確実にこの結論部分は回答に盛り込むんですが、当然結果結論があればその左側は原因に当たりますよね。ですから原因に当たる部分を書けばその分結果が際立ちますので、あとは回答欄のスペースもしくは文字数と当日相談しながら出し入れしていただいてよろしいかと思います。ですから今日は念のためこの原因の部分を書いておきますね。で、皆さん、和訳はどうなりますかということですが、皆さん、it is estimated that で、まあ、見積もり、推定が書かれてますね。で、どんなぐらいって言われたら、皆さん、only around 10% of the season ということで、その市民、国民の、まあ、大体 10% ぐらいですよね。しか、コンプライン従わないんですね。それは、article 14 on a voluntary basis ということで、皆さん、自主的に、自発的に従う人は、まあ、わずか 10% ぐらいしかいませんね、という感じでよろしいかと思います。で、皆さん、これで最後の部分を追加しましたので、参考になさっていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。さあ、方法論に関してはですね、もうバシッと決まっておりますので、この動画を参考にして皆さんの方でもぜひ頑張っていただけるとよろしいかと思います。